学校の授業中に終わらしちゃえとか言って学校の授業中にやっちゃう子もいるわけなんですよ。目安と言っておいてあげるっていうのは非常にいいことかなというふうに思います。皆さんこんにちは、教育屋カピヤンと申します。今回ですね、宿題の適切な量について話をしていきたいかなっていうふうに思っています。宿題って多くても少なくてもですね、必ずデメリットが発生するんで、ちょうどいいラインっていうのをね、こう使わなきゃいけないんですね。その話をしていきたいかなというふうに思います。まずですね、結論から入る前に、宿題があまりにも多い場合どうなるかっていうと、こうなります。答えを写してくる、友達のノートを見せてもらってそのまま写す、なんならやってこないみたいなことが起きます。あとは学校の先生に迷惑をかけて学校の授業中にやる人とかが出てくるわけですよ。で、あまりよろしくないわけですね、多いと。で、少ないとじゃあどうなるかっていうと、家で全然勉強してない、親からクレームが入る、成績が上がらないみたいなことが起こるわけなんですね。さらに少なくても学校の授業中に終わらしちゃえとか言って学校の授業中にやっちゃう子もいるわけなんですよ。っていう風に、じゃあちょうどいいラインってどこなのっていうと、このクラスや人によって分かれるんで何とも言えないんだけど、こういう風に言うのがいいですよっていうのがあるんですね。どういう風に言うかっていうと、今から先生宿題出しますが、今から出す宿題の量はだいたい普通にやれば1時間ぐらいで終わりますんで、このページのこことこことここをやってきてねっていう風に言うんですね。それが1時間でやってほしいものなのか、30分でいいのか、2時間かけてやってほしいものなのかっていうのは、時期によってもクラスによっても違うんで、そこは調整すればいいかなっていう風に思います。このクラスには2時間ぐらい、復習をちゃんとさせないとダメだなと思えば、今から先生が出す宿題はだいたい普通にやれば2時間ぐらいかかりますんで、このページからこのページまでやってきてくださいねって提示したわけです。そうすると生徒も2時間で終わるんだとか、1時間で終わるんだとか、30分で終わるんだっていう認識があるから、じゃあこの時間に関しては、家でやろうかなっていう風に考えてやってきてくれるわけですね。なので、一番やっちゃいけない答えを見るとか、その生徒のノートを写すっていう行為には出ない確率が高まるわけなんですよ。で、あともう一個おすすめなのが、テスト制にするっていう方法がありますね。この範囲からこの範囲までが次回テストで出ますよと、合格点は8割ですよ、9割ですよっていうのを決めておくパターンですね。でもその時も、だいたいこのページからこのページまで1周やるんだったら1時間ぐらいかかって、2周やるんだったら1時間45分ぐらいかかるんじゃないかなっていう目安を言っておいてあげるっていうのは非常にいいことかなというふうに思います。なので、宿題の量っていうのは何が適切か分からんから、どっちかっていうと時間で決めてあげるっていう方がおすすめかなと思っています。多分このクラスの実力だと1時間だったらこっからここまでは終わるかなっていう風に先生が計算して、それを提示してあげるっていう感じですね。間違っても授業で終わんなかった範囲全部とか、なんかめんどくさいから今回は宿題なしとか、そういう風にはやらないようにしてほしいのかなっていう風に思っています。なので、生徒が適切に宿題やってこれる量じゃなくて、時間から量を測るというところでやってほしいのかなというふうに思っています。はい、では参考になりました方、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。